私の一番の自信作、夢見オアシスです。テーマは、暑い夏の中に現れるそのオアシスは、夢を見ているかのような幻想的な世界を映し出す。どこか優しい冷たさとシルバーの輝きがたまらない雄大な一着です。アロハシャツなので、多分青い海とか青い空に似合うみたいなイメージなんです、イメージだと思うんですけど、これはそういうのじゃなくて、そう、海とか空っていうよりは木漏れ日が差すやんばるの静かなやんばるの森に似合うようなデザインみたいな感じで、雄大な感じってなんか難しいじゃないですか。でもそこからでも悩んでたんですけど、このマンゴーハウスって見ての通り結構カラフルなシャツが多いんですよ。雄大で光り輝くの私のイメージってなんかシルバーみたいな、まあ、パーって光ってるようなシャツがいいなと思ってて、ちょうどそういうのがないので作ろうと思いました。なのでいつもはこんな絵が描きたいとか、面白い柄が描きたいとか、可愛い柄が描きたいみたいな感じで絵から始まるんですけど、この夢見オアシスは初めてこんな色が作りたいから始まったデザインです。シルバーに輝くシャツをっていう、銀色に光り輝くって多分難しいと思うんですよ。銀色とは言ってもやっぱプリントするのって布にプリント、生地にプリントだから、まあ、特殊な染料を使えば、まあ銀色に本当に輝くのってできると思うんですけど、マンゴーハウスは一応そういう染料は使ってないので、絵のタッチで光り輝くように見せる。謙遜とかじゃなくて、私は基本的には絵は本当に上手じゃないんですよ。だからすごく難しくて3回は描き直してます。3回目が簡単でしかないんですけど、わかります、こんな感じで。ちょっと本物撮ってきます。全然本当に何度も描き直してこれにしかたどり着かなかったんですよ、その時は。でも無理ってなっちゃいましたできないってなって、でもできないからといって手は止めちゃダメなんですよ。ダメというか、私は手は止めない方がいいと思ってて、だから一旦この夢見オアシスは諦めて違うの書いてたんですけど、それが、あ、一応ついでに教えていいですかこのアダンオーガラとワンパクパインですもうシルバーに輝くシャツが作りたいって言いながら、めっちゃかっこいいのとめっちゃかわいいの両方、まあ、全然違うの書いてたんですけど、それも気分転換にもなりますしね。そうですね、一度はもう本当に諦めてもう無理描けないと思ったんですけど、やっぱり描きたかったんですよ、どうしてもそういうシャツが。だからそれまでは自分の頭の中のものをなんか頑張ってここに描こうって思ってたんですけど、一応もう商品を見て参考にするものを参考にしてやった方がいいかなと思って、このグレースハイビーっていう商品、お花の部分をちょっと参考にしてて、でこのプルメリアとゲットの部分はロイヤルデイゴ、このプルメリアとゲットウのこのツヤツヤした感じっていうので、今度またこれを参考にして
書いてみました。じゃこれが一番最初のイメージが、イメージの下書きですね。こんなのが書きたいと思ってたんですけど、やっぱちょっとこのイメージの詰めが甘くて、あんまりうまくいってなかったかなと思います。でもそれからそのグレース・ハイビーとロイヤル・デイゴを参考にして、この2人とも、秋野さんも成江さんもすごいデザイナー、もうマンゴーハウスでトップぐらいのデザイナーさんなので、それを参考にして具体的に目標がもっと分かりやすくなったので、書きやすくなってよかったです。なので下書きもその時結構うまくいったなと思ってて、こんなのなんですけど、これだけ見たら、ね、何のこっちゃって感じ。この時もやっぱりいっぱい印刷してますね。これと何が違うのかな。うん、下書きはうまくいきました。やっぱ参考になるものがあると全然違いますね。本当に自分のキャパ以上のものを書きたかったんだと、そう感じてます。で、絵が完成したら取り込んで、まあ、このこういうのあったと思うんですけど、全部重ねて、重ねるとこういう絵になります。で、これをプリントするデータ、生地にプリントするデータにするんですけど、一番やっぱ見えるっていうか目につくのってこの範囲なんですよ。こことかはあんまり目についてなくて、意外とだから一応全部の、配置っていうんですけど、柄の配置きれいにするけど、特にここはより気をつけます。でやっぱ参考にしたデザインもあって、自分のイメージもより固まってきてたから、下書きもうまくいって、配置とかも結構うまくいったんですよ。ほら、結構ここまではポンポンポンっていってますんで、時間を本当に、多分イメージが固まるまでの時間がすごく長かったのかなって思います。このマネキンも M サイズなので、マネキンなので、イメージ、でここからまた色、絵がちゃんと完成して配置もちゃんと完成したら、今度色を作る、色出しっていうんですけど、を発色作ります。商品化になるのは発色はないんですけど、ほとんどないけど、一応生地屋さんが発色までは作ってくれるので、発色作って、その中からなんか選ぶっていう感じです。でそれで発色送って、生地屋さんからこんな風に生地が届きます。下並べますか。これが一応オフブルー、まあ、
これは、まあ、こんなちっちゃいんですけどこれは今の商品のやつです。これはターコイズ、これも今商品になってるやつです。ターコイズ、ネイビー、ネイビーで、ブラック、私たちスタッフにとってはこの4つがおなじみって感じなんですけど、地の色がシルバーのつもりでこのグレーって出してたんですけど、ちょっと、まあ、いい、まあ、とってもいいけど少しちょっと明るさが足りないかなっていうところ でこれも本命だったんですよ。実はシルバーと対照的にゴールドも色展開したいと思ってて、これ黒に金です。赤にゴールド、赤作りたいからってこの4つの中にいきなりこれが色展開としてあったらなんかこれだけ浮くんですよ。もうこれは本当にみんなで決めますね。デザイナーの意見がスッと通ったのってあんまりないんじゃないですかね、色出しで。でその生地、マンゴハウスって生地の種類いっぱいあるんですけど、まあ大体大きくは綿 100%、 綿とポリエステルコンボ、あとリオセルって言ってまた生地あるんですけど、それの綿 100% のヘリンボン織りっていうのでやるって私決めてて、ヘリンボンっていう言葉が魚の骨っていう意味なんですけど、ちょっとよく見たらこう本当に魚の骨みたいになってるんですよ。そうそう、綿 100% 自体が結構光沢もあって柔らかい素材なんですけど、こういう織りが入ることで本当により光沢がすごくなるんですよ。で特にこのヘリンボンっていうのは柔らかい光沢が出る、はい、見えます。で肌触りも私一番綿 100% のヘリンボンが好きなので、うん、これがぴったり、はい、そうです、うん、洗うとどんどん柔らかくなっていきます。でもデザイナーみんな絵を提出するときこの生地に載せたいですっていうのをみんなちゃんと言ってから商品化に向けるので、うん、そう、夢見オアシス、それで無事入荷したんですけど、その企画の種類があって、こっちがこの解禁シャツなんですけど、メンズの身幅がゆったりのレギュラーサイズ、こっちはスリムタイプの襟がボタンダウン。スリムタイプって言ってもくびれてるわけではなくて、肩幅から細く作ってる作りで、ボタンダウンなのでお仕事用とか探す人結構人気があります。カッチリしてるので。でレディース、レディースはもうほとんどスリムとかゆったりとかそういうのないので、ほとんどこの作りなんですけど、まあ、ざっくり言うと後ろに絞りが入っててちょっとくびれてる作りで、解禁シャツでもレディースはちょっとおかげさまでご好評いただきまして、今のところもアイボリーが残り数着になっております。ありがとうございます。でカラーが4色あるんですけど、そのさっき色出しした中から4色選んだものがそのまま商品になってます。でアイボリー本命のシルバーこれはもうイメージ通りっていう色ですね。私が最初にイメージしてた絵とかカラーがそのままこのアイボリーになりました。で
よいしょ、ターコイズ、ターコイズブルー。でもこれも雰囲気にはぴったりですよね。ネイビー、ネイビーはかっこいいですね、すごく。夜の星空みたいな感じもあって、もうこれこそヤンバルの森に似合う夜の静けさみたいなのも伝わってくるようなデザインで、デザインじゃないや、カラーですごいいいですね。男性受けがいいのはネイビーみたいですね、うん、あと最後黒、ありゃ黒。イメージ通りなのは白なんですけど、でも一番好きなのは私黒かもしれないです、うん、なんか他と違いますよねあの嬉しかったというか、 すごいびっくりしましたね。これをこれ本当に自分が描いたって思いました。もう綺麗すぎてとっても美しいと思います。なんか本当にもう自分で心から私ってこんなことまでできるんだって思ったきっかけのデザインなんですよ。これが一番の自信作なんですけど、もうその感動がすごかったっていうのがそういう理由かなって思います。お客様の反応はこれなんかいいねって言われます。でも多分これなんかいいねって言われる子っていうことは、特になんか具体的にどこがいいっていうのは多分お客様もそれほどはないと思うんですけど、でもだからこそ直感に訴えかけてお客様は気に入ってくれてるのかなって私は思ってて、確かに夢見オアシス、雄大で幻想的なものを描きたいってすごく抽象的だから、あのなんかやっぱ選ぶポイントになるっていうのは難しいと思うんです、抽象的なものって。でもそれが直感でお客様に伝わってるってことですかでも女性に人気ですね、特に。確かに着やすいし、うん、品があるので、やっぱお仕事に着る方もでも多いですね、うん、でも確かにこういうカラフルな並びの中でこういうのがあるとでも目立ちますよね、まあ、でも派手じゃなくて綺麗なデザインのものが好きな方、あとあんまりなんていうか赤とか黄色青緑みたいな感じじゃないので、普段私もそうなんですけど白とか黒のコーデが多い、モノクロのコーデをする方にはとっても着やすいと思いますし、夢見オアシスをこう見つけて、あ、これいいかもしれないって思った直感は信じていいと思います。ありがとうございます。